ご視聴ありがとうございます。こーチャンネルです。今回の車中飯はトッポギ、モランボンのトッポギを作っていこうと思います。作るといってもですね、この商品非常に簡単な、ものになってます。水をね、水の量を守って材料全部入れて火にかけたら OK っていうものになります。でね、フライパンじゃなくて電子レンジだけでも完成します。まあ、器に移して全部材料入れて電子レンジでチンするだけ。もう非常にね、お手軽な商品だと思います。なのにですよ、このタレがね、まあ絶妙なんですよ。辛すぎず甘すぎず、でちゃんとね、辛みの後に甘みがしっかりくるんですよ。本当にね、美味しい絶妙だと思います。でパッケージ裏にですね、好きなお野菜を入れても美味しいですよということで、レシピがね書いてあったので、私はねお豆を選んでみました。でミックスビーンズなんですけど、なぜねミックスビーンズ選んだかというところなんですが、まあただね、単に私が辛い豆料理が好きということで、まあ、チリビーンズとかね、チリコンカンとか結構ね好きで、食べてるんですけども、これもね辛みのあるタレなので、きっとねお豆に合うだろうと思って入れてみました。あとはね、もうひたすら火にかけて混ぜていくだけなのでね、もうこっから先はね、どうでもいいというか、まあ特にね見応えのあるシーンはないです。それからですね、まあ話戻るんですけど、この商品ね、もともと200円ちょっとぐらいで売られてるので、まあ今回ね半額だったので105円ぐらいで購入することできました。小腹が空いた時にもね、お餅でねお腹いっぱいになるし、まあピリ辛なのでお酒のね、当てにもなりますのでね、便利な商品だと思います。それとね、もうこれぐらいで柔らかくなってるんですね、お餅が。でもまだ水分がね多いので、この後ね水分飛ばしていきます。でですよ、でですよ、ちょっとねハプニングあるんすよ。これ雄たけびあげちゃいましたよ。もう変な規制発しちゃいました、車の中で。いや、豆ね3つぐらい落ちたなと思ったんですけど、2つしか見つからなくて、1個ねやっと見つけました。はい、それでね、まあそんなどうでもいいんですけど、まあこれぐらいね、汁気が飛んでタレがね絡まってきたら完成でいいと思います。ちょっとね今私噛みましたけど、完成でいいと思います。お豆はね、まあ若干固めかなと思うんですけど、まあもともとねそのまま缶詰開けてそのまま食べられる豆なので、まあ、これでね十分かと思います。ぜひね作ってみてください。